来たか。どうやら調子は悪くないみたいだな。まあまあだろう。ふん、すまない。別にここを蔑んだわけではない。君を落ち込ませるつもりはなかった。僕が言いたかったのは、ここの生活に慣れるにはもう少し時間がかかるということだ。気にしないでくれ。来たか。どうやら調子は悪く。まあまあだろう。ふん、すまない。君を落ち込む。僕がいい。気にしないでくれ。来たか。どうやら無駄話か。いや、別に構わない。君のために時間を費やすのはそこまで悪いことじゃない。ああ、やはり君は勘がいいな。闇に潜む悪しき欲望だろうと、悪人どもの陰謀だろうと、付け入る隙がある限り脅威は消えない。お、君に話す内容ではなかったな。ああ、少し反省する必要があるな。そして、君が興味を持つ話題も必ず見つける。来たか。どうやら無駄話か。いや、君のために時間を費やすのは、ああ、闇に付け入る。お、君に話す内容ではなかったな。ああ、これからもそう。そして、君が興味。来たか。どうやら無駄話か。僕が？そんなことはない。思考、観察、そして計画を練っていただけだ。ただ気を使ってくれたことには礼を言おう。ああ、闇に付け入る隙。お、君に話す内容ではなかったな。ああ、少しは。そして、来たか。どうやらああ、これを味見してくれ。ノンアルコールドリンクだ。先祖代々伝わるレシピをベースにし、僕のアイデアも取り入れてみた。その表情から察するに、好きな味だったみたいだな。ならよかった。君の好みに合わせて少し調整したんだ。どうやら方向性は間違っていなかったようだな。実はもう一つ頼みたいことがあるんだ。このドリンクには名前がなくてね。レシピを変えたからには元の名前は使えない。ああ、君の好みに合わせて作ったものだ。君に名前をつけてもらうのが妥当だと思う。それとも自分の名前をそのままドリンクの名前にしたいのか。うん、それもそうだな。ゆっくり考えるといい。もし味を忘れたらもう一杯作ろう。いつでも声をかけてくれ。来たか。どうやらああ、ノンアルコールドリンクだ。先祖、その表、ならよ。実は、このドリンクには、名前、ああ、それとも、自分の名、うん。それもそうだな。ゆっくり考えるといい。いつでも。来たか。どうやらああ、ノンアルコールドリンクだ。その表情からさ、ならよかった。実は、このドリンクには、ああ、それとも、うん、ゆっくりか、いつでも。来たか。どうやらああ、おやすみ。なんでもない。早く休め。